まずは春馬富士が2桁の10勝に乗せて10勝2敗。現在星の差2つリードしている大関の豪栄道が結びで土俵です。明日対戦する両力士、横綱が大関に力水をつけます。早くも場内が手拍子が始まっています。今日は大阪からお母さんの真由美さんもこの両国に駆けつけました。見守っています。西方横綱白龍、モンゴルスフバート出身井筒部屋、東方大関豪栄道、大阪府宮川市出身境川部屋、呼び出しは拓郎、本日結びの一番であります。ただ一人11連勝の豪栄道、そして西の横綱鶴竜は8勝3敗。この1年は豪栄道の2勝、鶴竜の3勝です。柴田山さん、あの今場所の内容、なんとなく振ってるなっていうね、はい、状況もあるんですよね。前半で星を3つ落としました。ただ昨日から始まった大関との対戦、昨日は琴奨菊を左からの突き落とし、立ち合いの鋭い踏み込みから圧倒しての突き落としでした。向こう正面は元小結豊真将の勝田川親方です。勝田川さん、はい、場内もこれ相当雰囲気、それから熱気が帯びてきてますね。そうですね、この向こう正面にいてもですね、もう歓声がすごくてですね、はい、この雰囲気は本当にとんでもないですね、はい、おそらく立ち合いでの勝負がほぼこう内容を決めていくことになるでしょうか。そうですね、まあ、あの立ち合いがやはり重要だと思います。時間前の仕切りを重ねます。まだ時間前です。追いかけてくる2敗の力士は今日いずれも勝ちました。今日勝って後続との差を2つ広げたまま明日の春馬富士戦に臨みたい豪栄道です。一方鶴竜としても横綱としての意地があります。さあここで制限時間いっぱい、ただ一人11連勝の豪栄道、
優勝に向かってこのまま突き進むことができるでしょうか。12日目横綱鶴竜戦です。変わりません。立ち合い座布団が舞う国技館です。ただ一人12連勝豪栄道、後続とは星の差2つ、春馬富士、高安、遠藤、そして明日豪栄道は2敗の春馬富士と対決です。決まり手押し出し、今日の一番を花道の奥で振り返ります豪栄道。まず柴田山さん、鶴竜の方が左から張っていきましたが、左から張りましたね、左から張って、左から絞っていって、ここ右また見ながらですね、鶴竜がなんとか入っていこうとしてはいるんですけどね、ここ危なかったですね、これちょっと一瞬はたきかけましたがね、思い直しました。そうですね、やっぱり我慢ですよね、立ち合いはこれ物差しを狙っています、はい、一瞬引きかけましたがその後思い直して昨日と同じで顎が上がりませんね。そうだ、一瞬引きかけて思い直して、はい、今度反対に鶴竜の方がですね、はい、頭を押さえにいっちゃいましたね、我慢できなくて。船岡さん、敗れた鶴竜は、はい、引いちゃったねとサバサバした表情で下がっていきました。これで豪栄道ただ一人12連勝、向正面は元小結豊真将の